I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. クイモ 食べるならここ 岩田さん グルメ1つ目 羊羹とかすごいな羊羹もいいね大学芋は2種類ありますはい丸い方が結構ホクホクしっかりした甘めしてちょっと塩味が甘めてますへえあ、両方のお試しセットあ、なるほどっすね サイコロ大学みたいなサイコロ大学院サイコロ大学院は初めてああ確かになんか大学院でかくてさそう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 当たるよね口の中であれそれ何スイートパスえそれ小学生以来ですあなんか初めて見る色あ、なんか さつまいもも模してるねよくこのままいけるこれいけるいけるいっちゃういけるなんか芋食ってるみたいな本当に美味しい美味しいなんか中はスイートポテトね表面が多分なんか面白いうん甘いのあんまり得意じゃないんだけどうんすごくちょうどいいあちょうどいいね美味しそうめっちゃ美味しいあれ鯉のぼり早くないですかこれ大正ロマン夢通りへえこれ使われるねいやロマン感じるよこれはちょっと一倍でいくかすごいねえすごい続いてるねかわいいルールもう今です今しかないもはやもう芋とっかかったさすがメインドリーに参ります行きましょう入り口にあるのがコエドビールというのが例えばバー一番飲みやすいのってどれですか一番飲みやすいの普段からビール飲まれてるお客さんだとこちらの真ん中のキャラとかが飲みやすいはいじゃあ僕はマリファナで言うと思いました危ない名前なんですけどまあ合法ですマリ花なんだファじゃなくて花なんだはいもしよかったらそちらでお取りになってもらってくださいこれがビール乾杯うんあうまいさっぱりしてるトニック入ってる普通にノンアルの何カクテルみたいな30本頼むよ3本で510円です510円です
ビールと焼き鳥最高です。なんかタレついてるね。味噌だれかな。なんか甘口。甘口。甘口です。なんかお芋が違います、ね。川越芋ですね。はい、こちらの方皆さんお願いします。すみません、ビール戻しで入居しなくなりました。川越といえば川越芋。それでその芋で作ったプリン。お、うまそう。いただきます。いいね。お、これ何食べようか。そうめん。これね、そうめんだよ。芋そうめんとかあるよ。そう。芋そうめんの発祥店食べよう。行きましょう。なぜ芋そうめんかというと、そばにさつまいも3割ほど練り込んであります。うーん、でそうめんですね。色ちょっと芋っぽいですね。大変じゃん。うん、おいしい。あっさりしてる。やっぱりそうめんだから、あっすりやすいね。あとね、麺柔らかい。うん、柔らかめ。うん、食べやすい。お子さんでもいけます。気になる。お疲れ。どうだった？あっさり。ああ、よかった。じゃあおにぎり食うか。おにぎり食おう。めっちゃ並んでる。カツオ節専門店、中市本店さん。ここは何が有名なの？ネギが入ってるおにぎり。おにぎり食べたい。怖いじゃん。やっぱ日本人は米でしょ。イワシとカツオ一つずつ。はい。500円ですね。はい、1000円でお願いします。はい、いただきます。熱い熱い、ホクホク。あとおにぎり買いました。おにぎり買ったうまそう。もう香ばしい。あ、いい香りだ。カツオ節、おー、なんかいいね。美味しそう。これ何？これカツオ節です。おー、これイワシです。いただいちゃって。いただきます。同時に焼き加減がちょうどいい。香ばしい。あとカツオの香りがめちゃくちゃいい。うん、アイスコーヒー。アイスコーヒー。ホットコーヒー。アイスでしょ。確かに香りいいね。あ、美味しそう。200円。1個もらうか。1個ください。美味しい。嬉しい。作れますね、アメ細工。赤色。ちょっとね、風船の作り方を見てみましょう。ここが何のスポットですか？手焼きせんべい体験ができるの？10分で驚きの体験。手軽だね。誰かに話したくなる。このところで全員成績表がつきます。大きさ勝負ですね。あれですね。目指せ超人。右手をね、右手じゃない方の手、はい、二重にします。確かに熱いね。熱
硬いっすね。1、2、3、4。こっちが焼けちゃった。こっちなんか半面焼けてないね。やべ、俺まだ名人にはなりきれなそうだ。あれ、ここまで来た。おおおお。え、もう完成？マジで？3秒ごとに変える。さあ、一生懸命焼いてますね。いいね。なんか一人だけ逆スピードが速すぎる。さあ、真剣ですね。真剣でございます。結構でかいんじゃないですか。いや、ショートはないね。ああ、うまい。黒いね。いや、焦げすぎやん。おいしょ。あ、でかいね。翔太も転職じゃない。いや、転職や、せんべいやん、お前。俺はめっちゃうまいよ、ね。これで完成です。ねえ、これで大きさを測りに行きましょう。さあ、名人にはなれるか。ベテランは超えれないから、これベテランです。私ベテランです。やったね。いただきました。お疲れでした。初っ端からベテランする。超人ベテランのせんべい、自分で焼いたやつ食べます。どんな味でしょうか。おー、結構硬いね。パリッと。どう。あ、おいしいよ。おいしい、うん、ちゃんとせんべい。会いたい。あなたに。